した。するのは槍川の怨霊に違いねえ。お気をつけくだされ。元槍川は危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞、いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども、公は志村の勢いを妬めり。修行を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒される。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め、時より功を滅ぼせり。末子の意地で時より功苔の下よりよみがえり、志村を討たんと期す。いまだ元槍川の社には時より功への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死、時より功の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れると言います。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。お気をつけて。
槍川の民は社会系の恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。走槍川の怨霊を祀った野社、誰か参ったのか。平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。酒井様、何かご用ですか。平太郎はおるか。ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を。モアコの患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。モアコに通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。わけを聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ。以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓、誰のものだ。藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営のものは特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば。有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。よし。
音量に当てて誰かが文を残したな。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助けを。なぜ音量に頼るのだ。よし、馬までも殺したのか。盾か。技量がなくては倒せぬ相手。島の者だ。なぜこの者らも殺した。助けて、出してください。落ち着け。鍵を開ける。ここで何が。本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ芝の者も犠牲に。こいつら人を売ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。遅かった。去った後か。どこかに隙間があるはずだ。長いこと使われておるようだが、社に備えられていたものだ。槍川家の旗がある。槍川の武士の兜。飲みの寝床ではないか。
学ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。ここにも供物が。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい、終わらせる。金剛の庭に心当たりは。白い花が一面に咲くというところだとしか。金剛の庭を探しておるのだが。この近くの金剛力士をお探しください。名のある武士が掘ったもので、庭を見守るように立っています。
怨霊が駆けていきました。金剛力士の像、ここに違いない。社だ。だが怨霊は、俺に当ててある。槍川の怨霊に取り殺されろ。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が安らぎを与えるのだ。まんまと現れおって。その動き見切った。お前も槍川で死ね。見極めておる。これで終わりだ。違う。死ぬのはお前。お前は腕が立つが、怒りのあまり真の敵を見誤ったな。憤怒の舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。
たえておったな。さぞ褒美が良いのであろう。断れば殺されるだけ。今は守り手の弟だけが頼りです。ノリオを知っておるのか。戦自宅をしております。お連れいたしましょう。急げ。さあこちらです。あれはノリオが知ってのことか。杉寺を奪い返すまで猛虎に疑われぬよう従うふりをしろと。あやつが言ったのか。ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話していますよ。道中様、なぜお戻り。クロード様です。ノリオは港中におります。猛虎の気を引け。そして小勢を両脇に。酒井様、皆の者、酒井様とお話をしてまいる。よく来てくれました。こちらへ。杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。赤島の者です。串寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません。あんなことがあってはな。串寺なしでも杉寺は奪えます。あやつらが戦えると思うか。我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む。杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ。夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。兼太の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。死の恐怖とは痛みや知らぬ者への恐れでしかないと学んだ。僧兵も同じように考えます。特に兄は里い方だったのだな。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますし。ここの民は下方者だ。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。僧は捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。
わかりますか。我らも長い付き合いになるからな。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。クシデラが味方とは心強い。杉寺と赤島、クシが一つにまとまりました。三門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。おい、今日死ぬ者は誰一人いない。その名を永遠に語り継がれよう。Shut up!
会様。寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も方針も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か盗まれていないか確かめなくては。さあこちらです。ノリオ、酒井様。どうした。この中に入ってはなりません。何があるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。ね、ノリオ。兄さん。牢から連れて行かれた時、てっきり。猛虎に全て教えればお前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。方針、櫛寺、赤島も構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか。ああ。ハーチという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチとやらは死んだのか。まだ生きています。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです。ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が止んだら兄を弔います。
酒井様、いかがなさいました？昨日はどこ行ってた？気持ちを入れ替えられるところ。鳥を見てると、ここで怒って、女房の友人のいとこが見たんです。酒井様、いかがなさいました？ノリオを探しておる。どこだ？炎上の遺灰を墓へ持って行きました。南の山の上です。探してみよう。助かった。兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの猛虎の百虎長ハーチは見つかったのか？この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。そうである前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ハーチはどこだ？小児砦に。そやつで間違いないのだな。ええ、探し出して慈悲を壊せます。聞く耳は持ちませんが。もし立場が逆であれば
炎上は敵討ちを控えるように思う。つまり私が死に、兄が生きていたらということですか。その方が良かったのに。俺が代わりに切ろう。杉寺へ戻れ。とうに決めたことです。だが同じ鉄を踏むなよ。あなたと同じ鉄を。この戦で変わってしまった大勢の鉄だ。その鉄ならすでに踏みました。この先で小児砦を見渡せます。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相はわかるか。その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見ればわかります。では見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。櫛寺を賊どもの手から守った後に。守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ。わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。そうしましょう。少しでも力を養っておかないと。ノリオ、どこだ。おのれノリオ。砦が燃えておる。ノリオは何をした。三階様、お助けを。大変です。何があった。ノリオが見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが。杉寺へ戻れ。あとは任せろ。これは地獄のようなありさまだ。誰の所業だ。ノリオです。正気を失ったようで。俺を焼き殺す勇気があるのか。燃えろ、その罪ごと燃えろ、人殺しめ。怒りで薙刀を振ることはないと申したであろう。クロードと同じことをしたのです。おかげでハーチは死にました。杉寺の山門はもう開けません。この汚れた手では。どこへ行く。わかりません。火をつけた時奴はまだ生きていました。私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。猛虎と同じです。もはやそうではない。やすやすと諦めるな。この島は未練や叶わぬ約束ばかりだ。だが守らねばならぬ。お主は杉寺最後の僧兵であろう。こんなことをしたんだ。かつての私には戻れません。元に戻れとは言っておらん。お主が信じた道からそれず進んでほしい。ありがとう、酒井様。杉寺で待っておるぞ。
先生がおるはずだが。おらぬか。誰か見たやもしれんな。手に入りにくいものが揃ってますよ。では。ここでしか見られないものばかりです。私の染め物を身につけてください。嬉しい。流民の野営、石川先生がおるはずだが。おらぬか。誰か見たやもしれんな。わざわざ言うな。さあどうぞ見ていってくださいよ。お譲りできるのはこれだけです。役に立ちますよ。お達者で。お侍様、志村さん。武士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。石川先生が危ない。おい。ああ擦り傷や。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。
相手が巴ゆえ心を乱される。先を急ぐぞ。どのような野営です？兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための体のいい道具よ。巴は猛虎につく前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは族の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのですか？まあ聞け。お主ならばその族を生かしておくか？あなたが先に襲ったのですね。そこらの族と同じように処したまでだ。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広典、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。これは何事だ？戯れにあやめおって。これは稽古だ。情けはないのか？無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか？あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く？殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか？あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し、武士は心を磨かればな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ、殺すためではない。どこに才があると？弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の戸川、死も追わねばなるまい。わしが切ろう。しかしあえて人殺しに育てたわけではないでしょう。弟子に取った時、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。門をつくぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。弓取りを着々と育てておるわ。あれは蒙古流の芸術。折衷だ、日本式とのな。袋を的に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所が分かりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。
きでも見事だったぞ。巴がおらぬ。確かですか。調べましょう。フミだ。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ。さらに増えるな。わしの教えは西方に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。奴らが対馬に来る前は満月の旅に参った。信じてくれ、全て罠だ。ここはクロード様にやられそうなんだろう。鎧を整えてもよろしいでしょうか。お体の傷も減りましょう。これ以上は鍛えられないようです。また来よう。寺が落とされないか。